はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、拉致被害者全員奪還ツイキャス、令和4年度の、初めてのゲストとしてご出演していただきます。はい、井上義行先生に、はい、今日ゲストとして、2回目ですね。はい、ありがたいことに、もう一度再登板していただけるということで、ゲスト出演していただくことになっております。皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。ツイキャスを、聞いていただきながら、ついでもの方もぜひ、ご参加してください。よろしくお願いします。ハッシュタグ、拉致被害者全員奪還という、ハッシュタグをつけていただいて、また他にも拉致被害者、ハッシュタグ拉致被害者全員救出とか、特定失踪者全員奪還とかも、それぞれ皆さん、思い思いのハッシュタグを出していただいたらいいと思いますし、拉致被害者全員奪還っていうのは、ぜひ一つ目につけていただきますと、ちょっとでもね、そういうハッシュタグがついたものがたくさん、トレンドに上がってくると、関心がみんなが高いんだなということが、ツイッターしている人たちにも伝わりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ついでものご協力よろしくお願いいたします。あ、そうですね。自分の意見じゃなくても、記事紹介とかもいいと思いますし、もうね、ちょっと古い事件になっているので、特定失踪者の方をね、またこう、お写真を貼っていただいて、もしかして今でも、政府だったり、調査会だったりに、被害者の情報が、もたらされるということもあると思いますので、はい。あ、ハッシュタグ多いとカウントされないっていう意見もあるんですか？そうなんですね。ツイキャス聞いていただきながらコメントをそのままツイッターの方に連動していただけたらありがたいなと思います。あんまり出しすぎても、なんかこう、あんまり出しすぎるとまたそれはそれでちょっとなんか、たまになんですけど、スパム扱いされて、なんか、ロックかかってしまったみたいなことも、昔は聞いたんですけど、今はあまり聞かないんですけど、どうなんでしょうね。はい。井上先生の、事務所の方にお電話おかけしたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、もしもし。あ、井上先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、はい、ありがとうございます。お世話になります。嬉しいです。はい。明けましておめでとうございます。あ、そうなんです。明けましておめでとうございます。先生の一番新しい動画でも、元気に、明けましておめでとうございますって皆さんに言ってくださってたので、はい、はい、ありがとうございます。はい。はい。もうこのツイキャスの方も、前回5月に、ご出演していただいたんですが、で、その後も精力的に YouTube の方、次々動画の方アップしていただきまして、ずっと見させていただいてます。ありがとうございます。井上先生、もう新年早々北朝鮮が、ミサイル発射っていうことがあったんですが、あの国って、井上先生が単身で交渉に渡られてた時も、井上先生の動画の中でもお話しされているんですが、電力不足なんですよね、平壌でも。そうですね。はい。一日中24時間電気が通ってるってことはないわけなんですよね。もうそれだけでも、すごくこう生活をする上で、都市が、ね、主要都市の平壌でも24時間電気が来ないような状態にありながら、多分もっと地方に行くともっと電気が来てないんだと思いますし、それだけ、経済的にも逼迫している中、どうしてミサイルっていう打たないといけないんでしょうか。やっぱりアピールなんでしょうか。箕面先生、どのようにご覧になっていらっしゃいますか。多分ですね、はい、見方を、はい、一般の人と、はい、それから、北朝鮮の幹部を分けた方がいいような気がしますね。あ、なるほど。はい、はい、北朝鮮の幹部が、うん、見ている世界と、はい、一般の、市民が見ている世界っていうのは全く別の世界だと思います。なるほど。はい。で、例えば、はい、私が行った時には、やっぱり幹部は、当時、携帯電話が、日本でもようやく普及した中でも皆さん持ってましたしね。あ、そうですか。はい。してたり、はい、食事もしてたり。なるほど。だいぶ、一般の人と、すごく、差があるんだと思うんですね。ものすごい格差ですね。はい。よく世界で格差っていうふうに言ってますと、北朝鮮はものすごい、もっとすごい、超がつくほど格差があると。なるほど。中で、自分たちが、得ている、例えばエネルギーとか、はい、あるいは、食料についても、中国から、全世界が今、物不足になってますよね。はい。で、北朝鮮もその煽りを受けている可能性は高いんだと思うんですね。はい。そうですよね。うん、アメリカとどうしても話がしたいと、いうことで、ミサイルを撃ったと。私は見てるんですけどね。なるほど。うん。こっちを振り向いてほしいっていう、サインだったんですかね。そうですね。なるほど、なるほど。北朝鮮では、うん、私が調べた中で、12月の後半ぐらいからもう、河川が、川がもう凍結をし始めて、うん、水力発電所の稼働が止まるそうなんですね。うん、はい。だから、3月後半ぐらいまでは川が凍るということで、余計に電力不足で苦しいと思うんですね。はい。で、頑張ってちゃんだわっていうふうによりこさん書かれてますけど、こういうことって、電力供給を、なんて言うんですかね。北朝鮮に住まれている人民の方の、暮らしと言いますか、実際にもう国で寒さで、命の危険にもつながると思うので、はい、そういうことって拉致被害者救出の、交渉材料にはならないんでしょうか。日本から電力供給の、技術の提供もできるみたいなことを言うのは、どうなんでしょう。日本のですね、はい。生活環境で物事を考えると間違うと思うんですね。はい、例えば北朝鮮の人たちは、はい、ガラス1枚新しいのに変えられない状態なんですよね。窓ガラス1枚変えれないんですか。そうですよ。私が行った時には、はい、ほとんど例えばガラスが割れたとしても、もうそこで何らかの、不正で、やる。あるいは、お風呂、日本の場合には湯船に浸かって、さらにシャワーを浴びますよね。はい。でも北朝鮮の場合には、この真冬でも、本当にお茶の急須ぐらいの、小さい夜間で、火を焚いて、はい、熱くしてですね、はい、でこの真冬ですから、ちょっと垂らすだけで湯気が出るわけですよ。はいはい、それをビニールのテントの中に入ってさーって水で洗うと、いうような、状態だったんですね。だから拉致被害者もそういう生活をしたということですから。だから本当に過酷な生活をしているので、もう暖房というのは一般市民のところにはないというふうに考えています。そういうことですか。なるほど。はい。電力が供給されたとしても、それを温める暖房器具がもうそもそも一般の市民のところに行き渡ってないわけですね。そういうものを手に入れれるような生活環境にないわけですか。なるほど。一方、幹部はみんな持ってますから。そういうことですね。労働党幹部は。マンションとかね。はい。そういう建物の中で、あったかい、状況を過ごしていると。だからこの寒さがわからないんだと思います。ああ、そうですか。それをこう。だから、じゃあ、北朝鮮の幹部は一番困るのは、彼らが、過ごしている、もの、食べ物、はい、そしてエネルギー、こうしたものが、その幹部に影響を与えるような形ではないと、なかなか彼らは気がつかないでしょうね。その幹部の人たちが困窮しない限りは、その一般市民がいくら寒がらおうが、投資しようが植えようが、何にも関係がないわけですね。そうですね。幹部、まあ、普通の一般の市民は、よく映像でいろんなものを買ったりしてますけども、はい。まあ、物資は配給的に今でもなってると思いますんでね。だから、例えば、肉類とか、はい。そういうものはあんまりなくて、例えば、日本では、今食べてませんけど、はい。食用用のチャウチャウみたいのをね、唐辛子をガンガンこう入れて、はい、3日間ぐらい煮込んで、それを食べる。そういうのはあるんじゃないですかね。今の時期は。ああ、なるほど、そういうことですか。それでみんな上をしのいでる。あるいはトウモロコシをスープ状にして飲むとか。まあ、配給もそういうものしかないでしょうしね。そうですね。はい、ですから、拉致被害者も、帰ってくる1ヶ月前ぐらいには、普通の生活をさせてもらいましたけど、その前までは、そういうような、食事をしてましたから。あ、橋池さん、千村さんたちもそういう、まあ、帰ってくるというふうに、まあ、多分、北朝鮮当局が返すと決める1ヶ月前までは、結構困窮してたんですね。本当に、だから痩せてたでしょ。痩せてました、痩せてました、もう。だからみんな、そういうような生活をしている。一方、トップはみんな、映像で見ている、映像の人はみんなふっくらしたでしょ。そうですね、全く違いますね。私の交渉した人も、まん丸な顔してました。ああ、そうですか。Z ですか。はい。はい。はあ。じゃ、その人は、特に、国会議員さんとかではなく、もう結構側近に近い方っていうことだったんでしょうか。そうですね、北朝鮮は、はい、表の役職の人を追っかけていくと、間違う可能性もあるので、いかに、トップと、深い関係であったり、あるいは、その人の能力を買って、政府の判断をする上での重要人物、ここを見つけないとなかなか、進展はしないんじゃないかな。なるほど。すいません、前回聞けなかったこととかも今回ちょっと聞きたいんですが、もう井上先生が交渉に当たられてた時にですね、まあ、1週間ぐらい行きっぱなしになってて、向こうの交渉できる相手を見つけて交渉がずっと続いてたわけなんですが、それがまあ朝日新聞の方にこう抜かれたということで、交渉が止まったというふうに、井上先生がおっしゃられてたんですが、チャンネルの方で。これは、やっぱり漏れてしまうものなんですか、どうしても。いやー、僕もね、はい、あれは本当になんで漏れたのかっていうのはわからないんですよね。わからないままですか、いまだに。いろいろ説があるんですけどね。はい。例えば、社名は言えませんけども、はい。ある記者は、うん、私の飛行機の半券の写しを持ってたと。はい。はい。いうようなんですね。秘密裏で言ってるのに。はい。ありますし。あ、そうですか。あるいは、中国から漏れたとか、あるいは外務省から漏れたとか、いう話がありますしね。もうはっきりここからっていうのはちょっと不明なわけだですね。わかんないですよね。なるほど。面白いですよね。例えば私が国会議員の時に、はい。台湾に行ってたんですよね。はい、はい。ところが台湾に行ってたのに、で、井上さん、海外に行ってたんですかとかね、いう外務省の人いました。だから、どうしてもね、はい、パスポートで、分かっちゃうからね。まあまあ、それはそうですね。海外に出国したっていうのがね。はい、はい。だから中国まで行ったっていうのは分かるんでしょうけどね。北朝鮮に入るときはビザだから。はい。北朝鮮側が出すわけですよね。なるほど。これ、正直、私のようにというか、まあ、ほとんどの日本国民の人とそうだと思うんですけど、被害者の救出をなんとかしたい。ね、横田めぐみさんはじめ、別に認定されてない、見過ごされてる人もいるだろうし、日本人をなんとか取り戻したいと思ってる私たちとしては、はい、そんな人命救助がかかってる問題を、まあ、いくらメディアとはいえ、出してしまうことって問題はないんですかね。交渉中断までに。新聞は考えてなかったんでしょうね。そうですか。その後、抗議なんかはやっぱり井上先生の方からはされたんですか？もう抗議どころか、はい。本当にあの時は出て、はい。一面に出てしまったのですね。はい、はい。もう本当に私の職場にも60人ぐらい、はい、記者に毎日囲まれた状態なので。ちょっとでも何か教えてもらおうと、やってくるわけですね。そうですね。本当になんだろう。よく芸能人がはいはいはい。追いかけ回されてますよね。ずっとね。はい。パラッチのようにずっと。行くところね。状況でしたから。ああ。そうですか。私は一切、ノーコメントで、はい、はい。一切、答えはしませんでしたけどね。でも、朝日新聞のすっぱ抜きの後に、北朝鮮側からの交渉って、やっぱり止まってしまったんですよね。止まりましたね。官房長官の秘書官になるまで止まってましたね。ああ、そうですか。はい。これはじゃあ北朝鮮側が漏らしたっていうことではないのかな。どうなんやろう。まあ、ある、大物の人がね。はい。まあ、朝日新聞の人が。はい。キャッチをして。はい。問題は、朝日新聞がどこからキャッチしたかですよね。そうなんです。どこからキャッチしたか。だから、非常にまあ、食い込んできた、新聞が食い込んでる人からの、情報なんでしょうけどね。ただ、あの時に、やはり、朝日新聞が、抜かなくて、もし交渉していれば、まあ、初池さんとか千村さん、はい、それから、曽我さんの家族の方は、もう12月の段階で、ある程度大筋合意できてましたので、まあ、これから横田めぐみさんとか、特定失踪者の方々の、交渉をしていこうという段階になってましたから、で、2回目、3回目の訪朝の前に、突っぱ抜かれてしまったんで。そういうことですよね。はい。まあ、あの後、まあ、訪朝して、こう、首脳会談もしながら、まあ、それまでの、こう、事前のすり合わせっていうことを、まあ、秘密裏に、単身渡られて、井上先生がやられてたわけですから、あそこで止まらなかったら、今どうなってたか、もっといい結果が生まれてたんじゃないかっていうのが、やっぱり想像してしまうわけですし、で、ただまあ、その後、まあ、官房長官の、秘書官の時に、もう一回、北朝鮮側からアプローチがありましたね。まあ、かなり、まあ、進展がかなりあって、私が総理秘書官になって、さらにそれが現実的な電話会談もこう行い、安倍政権で参議院選に勝ってれば、まあ、私が訪朝することになっていたんですけれども、まあ、あれがやっぱり参議院選の敗退がですね、結果的に私の再訪朝の、まあ、北朝鮮側との会談が、なくなってしまったとまあいうことですね。それでももうその、秘密裏に、まあ、北朝鮮側との交渉を向こうで1週間とかその続けてやってこられた井上先生のその、なんて言うんですかね、手腕と言いますか、そのいろんなこういうことを話したよとか、こういうふうに引き出したよっていうものを、その後、レクチャーしてもらいたいみたいな、こう、そういうものっていうのはあったんですかね。多分、なんていうんですかね、こういう交渉って、外交交渉じゃないと私は思ってるんですよ。やっぱり、人質の救出という形の中で、まあ、相手側と、まあ、交渉をするという私は考え方なので、まあ、その時のやり取りについては明らかにしないわけですね。まあ、では私はこういうその会話そのものが途中経過なので。最終的に、まあ、私がやったやり方は文書なんですね。だから文書が全てなんですよ。結局最終的にこう文書でやり取りをしないと相手側も口頭だといつでも逃げられてしまう。なるほど、そうですね。だからやっぱり文書に、こだわるべきだと私は思いますけどね。そういうことですか。例えば公安調査庁、まあ、法務省の外局の公安調査庁から、公安の方でもこういろいろ、北朝鮮に関する情報っていうのはいろいろ探って、まあ、調べれるだけ調べて。いろんな情報を握ってると思うんですけれども、そういうもののやり取りっていうのは井上先生との間ではあったんでしょうか。いや、それはなかなか情報っていうのは、相手側がいますからね。で、相手とどなたの情報当局と話をしたというのは。言えないですよね。ただ、私は拉致問題の担当室にもいましたので、各省全部の、情報当局とは、連絡を取ってましたけど。そうですね。はい、はい。井上先生のその、この交渉中だったんですかね、そのバイクが、すごく傷つけられたりとか、タイヤが引き裂かれたりとかっていう事件があった時には、それもやっぱり情報共有っていうのはできてたんですか？情報共有というのは、まあ、そういう被害が及んでいるっていうことで、はい、まあ、誰かにこう、警護してもらうようにとか、あ、そういうのもあったんですね。はいはいはい。はい。ご家族の方も警護をしていただくようにとか、そういうこともあったんですね。いや、総理秘書官になってからはありましたね。あ、なるほど、なるほど。はい。はい。バイクが切られた時はまだ課長補佐だったので。ああ、はい。はい。ことはしてもらえませんでしたけど。してもらえなかったですか？でも怖かったでしょう、すごく。いやー、あの時は、やっぱり、はい、なんて言うんですかね、どうしても拉致被害者の家族を、はい。何するんだと。うんうん。はい。もっと拉致被害者が苦しんでるという思いがあったので、そっちの方が上回りましたけどね。ありがとうございます。なるほど。うん。まあそう言っていただける方にこうやってもう、これからもね、もうぜひ、井上先生、政治家の方に、ぜひ、返り咲いていただきたいと私は、すごく切願してるんですけれども。そうです。はい、まあ、私が、まあ、政治家になるというよりも、本当に多くのね、はい。まあ、これを聞いている国民がね、はい。いかに、その、北朝鮮で、拉致被害者の方々は、本当に悲惨な生活をしているということを、分かってほしいですね。この、寒い、状態で、外でね、はい、外で、過ごしているようなもんですから、暖房もない、食事もない、お水もろくに飲めない、まあ、そういうような生活を何十年も繰り返している。彼らには本当に、拉致被害者は、あるいは特定失踪者の方々は、何にも悪くはないんですよ。はい。いきなり突然連れて行かれたわけですから、はい、もしも、まあ、自分の子供とか自分の兄弟とか自分の親がねそうなったら、はい、どうするか、まあ、こういうことをですねぜひ、日本の国民の方々そして、多くのね世界の人々にも知ってもらいたいというふうに思いますね。はい、うん、本当そうですね。もうあっという間にこうやって、井上先生が交渉されてた頃から、もうどんどん月日が経っていったんですが、もう今、被害者のご家族、特に親御さん世代が亡くなられていってます。この間は、田口彩子さんのお兄さんの飯塚繁雄さんも、本当に最後の最後まで、その前の月まで、集会も参加されて、よっぽど体も大変だったと思うんですけど、最後まで取り戻したいっていう思いで頑張られてこられたんですが、こうやってご家族がどんどん、まあ、残念ながら、奇跡に入られていくような段階にありながら、なかなかこう、日本の、拉致被害者救出問題について、こう、あまり動きが見えないんですが、もうそこがものすごく歯がゆくて。いや、そうですね。はい。私自身も、まあ、この拉致被害者の交渉というのは、はい。各ミサイルも、はい。セットで入ってきますので、はい。ある程度、権力を持ってないとですね、はい。交渉ができない。うん、本当に残念ながら私が官邸を去ってからね、全く動きがなくなってしまったということで、そうですよね。今でも私も一日も早くね、はい、拉致問題の担当として復帰してね、もう一度、北朝鮮と真剣に、交渉して、拉致被害者を奪還できるようにね、はい頑張っていきたいなというふうに思います。そうですよね。もう本当に貴重なその経験をされてこられた井上先生のような方が復帰してくださったらどれだけ心強いかと本当に私も願ってるんですが、実際に井上先生、自分のご自身のチャンネルで、最初はね、高校卒業後に今の JR になる前の国鉄に機関士さんとして、お仕事をされていらっしゃって、で、その後、JR になる民営化に伴って、総理府の方に出向され、で、そこの、総理府の官僚さんになられてから、その後、秘書官のお仕事に、ということで政治の世界の方に来られたんですが、こういうことも本当に異例だなと思うんですけど、政治家さんがその単身北に渡って交渉してこられた方って、井上先生ぐらいしか私はわからないんですけど、他の方って、例えば井上先生が単身その、交渉されるまでに、そういうことってされた方って他にもいらっしゃるわけでしょうか？多分いたと思うんですけれども、はい、それが結果が出るか出ないかということと思うんですね。なるほど。はい。私の場合にはたまたま、結果が出たと。本当に状況がね、はい、そういう状況が、私をバックアップしてくれた、外務省の、やったんだとかね。はい。では、前総理の元総理の安倍総理とかね、はい、あるいは中山京子さんとか、はいはいそして本当に、普通だったら、ビビって北朝鮮に行かないんでしょうけど、いや行けないと思いますよ。なるほど。はい。そういう条件がいくつか揃って、なおかつ、あの時は北朝鮮は核実験まではしてなかったので、そうでしたね。はい。はい。核ができそうだということで、一気に拉致被害者を介して、行こうと思ったので、今は核がああいう状態になって、今度は、ミサイル問題ができましたのでね、はい、ですからこの3つを、どう解決するかと、いうことで北朝鮮は核についてはある程度核施設、いつでも再開はできるけども壊しましたということでアメリカと答えを出したと思うんですね、はい、あとは、中距離ミサイルであるとかそうしたものを詰めようじゃないかということで打ってるんだと思うんですね。なるほど。やっぱり今井上先生がおっしゃったようにその時の、いろんな条件が整ってたっていうことをお話を伺うとやっぱり結局最後は覚悟なんだろうなと交渉に行かれた井上先生も覚悟を決められて。その何が大切か被害者日本人を何とかして取り戻すんだという強い覚悟があったら今の政権でも条件は整うんじゃないかなって期待したいんですが多分私がその交渉した時には、はい金正日体制はいそうでしたある程度金正日総書記は専門家の話を、はい、よく聞いてたと思うんですね。あ、なるほど。はい。なるほど。ですからある程度合議体の意思決定をしてたと思うんですけれども、今の金正恩体制は比較的そういう合議体にはなっていないような気がするので。より、そうすると、うん、そもそも、キム・ジョンウン総書記が、はい、日本に興味を持ってもらわなきゃ困るわけですよ。まさにそうですね。はい。はい、非常に海外の生活が長いので、はい。私はアメリカにはすごく興味持ってると思ってる。うん、うん。で、中国が、いつか北朝鮮に攻めてくるというふうに私は思ってるわけですよ。なるほど。はい。だから、香港、そして台湾、うんうん、次は北朝鮮だというふうに北朝鮮自身が思ってるからこそ、どんなに、ひどいことされてもアメリカと交渉したいわけですよね。やっぱりそのトランプさんの時には一応会談はできたんですが、はい、まあ、キム・ジョンウンが望んでいる朝鮮戦争終結っていうことまではいかなかったわけですよね。はい。それはやっぱり望んでいると思うんですが、北朝鮮もなんとかこう、集結して、まあ、はっきり言って韓国と統一っていうのは、まあ、国柄としては難しいと思うんですが、まあ少しでもちょっと国際的に、もう少し、どうなんでしょう、いろんな、ね、自分たちキム王朝の存続のために、もう少しこう、批判されないうちに行きたいっていう、そういう思いはあるんでしょうか？結局、この問題を最終的に、まあ、終結するためには、はい。米朝、韓朝、中朝、日朝が、一世の背で結ばないと、北朝鮮は、拉致、ミサイル、核を手放さないわけですよね。はい。でも、それを待ってったら、はい、拉致被害者は、帰ってこれなくなってしまうので、私は入り口で、まず拉致被害者を返して、はいはい、世界の人々に北朝鮮は変わったということを見せた上で、正常化交渉の中で、核とミサイルを行えばいいんじゃないかっていう私は考え方なんですよ。あ、だから入り口論なんですね。よく出口論を外務省が言う人がいるんですけど、はい、これは間違いだと思ってるんです。はい。はい。一生帰ってこないですよ。入り口ではなきゃ。あと、井上先生がご自身のチャンネルで生存しているということを、しっかり、はい、なんていうんですかね、交渉するときに、拉致被害者の生存を、ちゃんと前に置いて、話をしなければならないというふうにおっしゃられてるんですが、井上先生、日朝国交正常化を入り口に持ってくるんですか？日朝正常化交渉の前に、拉致被害者の帰国、特定失踪者の帰国をした上で、私は正常化交渉をするべきだというふうに思います。例えば、日本で、警察に届けられてない身寄りのない方で、単身で、未だにこう、拉致被害者とも、特定失踪者ともなってない方でも、拉致されてる可能性はあると思うんですが、はい、そういう調査を日本にこう、例えば日本から調査団を送り込ませてもらって、っていうことって可能とは。いや、僕はね、それすごい間違いっていう言い方は失礼かもしれないんですけど、はい、要は北朝鮮は、はい、配給制をしてるわけですよ。はい。はい。そうね。はい。物を配給するっていうことは名簿を持ってるんです。そうですね。あるんです。だから、拉致被害者がどこに、いるとか、どこに配給をするとかっていうのは全部分かってるので、はい、はい。それ分かります。そんな茶番をする必要はないんですよ。でも、本当に、全員出してくれるかどうかっていうのが、不安なんですけど、いや、だからそこが、はい、一番の肝だと思ってるんですね。だから外務省がその露店に入ってしまうと、はい、永遠に帰ってこないと私は思ってます。外務省がそこは入らない方がいいんですね。はい。警察にしても、はい、何万何万とかもう配給が、この A さんには、10番までは配った、あるいは100番の人は配ったとかいう形になってるので、もし、その人が、北朝鮮の中に潜伏をしていたら餓死しちゃいますよ。うん、なるほどなるほど。はい。はい。だからある程度、物がお米が少し届くであるとか、あるいは、トウモロコシの、苗を、種をもらうとか、あるいは、チャウチャウの肉をもらうとか、あるいは、肉をもらうとかね。はいはい。あるいは、ここの土地を貸してあげるから、ここで野菜を作りなさいとかいう形で、それぞれ一人一人が管理されてますので。そうですね。はい。はい。その通りです。ですから、私は、そんなことをもし北朝鮮が言ったとしても受け付けなかったですよね。うん、あ、なるほど。その交渉する日本側が、はい、もう北朝鮮がわからないみたいなこと言っても、それを真に受けてる場合じゃないんですね。いや、全員知ってるはずだと。全部管理してるはずだっていう、そこで、まあ話がこう、論点をずらされないように気をつけなきゃいけないわけですね。政府は、ある程度の、この、拉致被害者、あるいは拉致の問題をやってる人は、その問題、意識は共有されていると思います。だから例えば日本の場合はね、はい、よくニュースでなるマイナンバーとか住民台帳とかいう話があるじゃないですか。はい、はい、でそれぞれ、番号がついていて、はい、どこに何とかこうです。で思想の人がいるわけですよね。わからない人が日本の場合には。はい。だけど北朝鮮の場合は、それがいなくなってしまうと、その人は餓死してしまうから。その人、例えばかくまう人がいたとしても、その人の分は配給されないわけですね。そうです、そうです。なるほど。なるほど。失踪しようがないわけですね、はい、北朝鮮では。はいはい、なるほど。で、逃げたとしても捕まりますからね。脱走してればまだ別ですけど。はい。はい。あともうその、田口八重子さんのように、まあ北朝鮮が、自分たちの国がやったことではないっていうふうに、その、認めていない大韓航空機爆破事件に関わっているような方は、出してくる可能性が難しいと思うんですが、多分個々の、はい、この人はこうだとか、はい、この人はこういう理由でというのはいわゆる行政レベルの事務方の話だというふうに私は整理してるんですよ。やっぱり政治ですから、はい、それを乗り越えた上で、北朝鮮は拉致被害者を出す。そして日本側は、それなりの覚悟を持って、北朝鮮側の回答を答えると。これは多分政治決断だと思いますね。なるほど。はい、なるほど。はい。そうですね。でもそうなると、こう、すいません。なんかこう、しつこく聞いて申し訳ないんですが、その大韓航空機爆破事件とかの被害者の方の反応とかも出てくると思うんですけど、はい、そこはもうちょっと心を鬼にして、日本側はもうタッチしないということですか？多分いろんな立場で、いろんなことを考えすぎると、はい、まあ例えば私の場合には、もう拉致被害者とか特定失踪者の日本人をすべて、取り戻すと、はい、でそのためにはどんな批判をされてもいいという私は考えで交渉してましたので、例えば誰々の人に批判されるとかそういうことは全く考えなかった。なるほど、なるほど、うんうん、とにかく結果をつかむことが大切で、それにこう付随していろんなものが来たとしても結果のためにはもうどんなことを言われてもいいと、うん、結果を持ち帰らなきゃという覚悟で交渉に当たられてたということですね。そうですね。なるほど。本当にこの寒空にね、日本だったら、お米やお餅やお雑煮とかね、高いものをそうですよね、食べれていないわけじゃないですか、今年もね。本当にその何年も正月、日本の正月をね思い出されてるだろうなって思うんですよね。そうですよ。もう本当に私も本当単純で、はい、あったかいお風呂とね、本当ですよね。ね、今だったら本当に、甘酒やあるいはお雑煮とか、おしりこを食べてもらいたいで、家族と一緒に過ごしてもらいたい、本当それ一心ですよね。はい。今のその、岸田政権にどうでしょうか、そのまあ元の、元安倍首相、元菅首相と同じように条件をつけずに会う用意があるという感じで、まあ、発信してますけれども、これでは北朝鮮側が交渉に乗ってこないんじゃないかって私たち思うんですけど。私も、はい、私の考え方はですね、はい、僕は条件をつけた方がいいんじゃないかと思ってるんです。あ、なるほど。いや、私もそう思います。はい。ある程度これ条件闘争なので。そうですよね。はい。多分、安倍総理とか菅総理は、はい。政治家なんでね。はい。はい。政治家だから、ある程度、条件闘争をした上で、胸筋を開いてっていうことだと思うんですよ。ある程度。なるほど、なるほど。何にも、だから例えば、何にもなくてね、はい。会う、首脳同士っていうのはありえませんから、これは多分、条件をつけないでっていうのは外交というよりも政治的な発言だと思うんですよね。ある程度、例えばうちは拉致、あるいは核・ミサイル、はい、彼らは、戦後保障、当然そういう話になるわけですから、ある程度揉むということが多分必要なんだと思いますけどね。井上先生が交渉している時もその戦後保障については、はい、向こうはそのいくら引き出せるかっていうことはすごく気にされてました？金額は言えませんけどね、はい、それは当然その話は、入ってきますよね。これはもしその奪還のためにいくらかの、戦後保障を日本側が出したとしても、その批判はもう構わないっていうふうに井上先生は覚悟をされてたんですね。私はね。なるほど。はい、でもすごく現実的なことですよね。得るものがなかったら向こうもやっぱり出してこないでしょうからね。そうです。だからやっぱりこの、お金を出すにしてもね、はい、それは日本の税金ですから。はい、確かにそうです。私も北朝鮮側に言いましたけど、やっぱり日本の国民が納得しなきゃいけないわけですよ。どうしてもそうなりますよね。北朝鮮と違うから。国民では納得は何かあったら、まずは、拉致被害者、特定失踪者の方が、日本に帰ってきて、ああ、帰ってきてよかったという姿と、はい、そして、もう日本を狙う撃ちするミサイルも核もないんだということを示さないと、この問題は終わらないんですよね。だから、拉致被害者、特定失踪者をまず返した上で、条件闘争をしなきゃいけないと私は思ってます。難しいな。拉致被害者、言ったら向こうは誘拐していったわけですよね。罪もない人々を。そして何十年間も、捕らえたままにして、一切祖国に返さないし、生きてるか死んでるかさえも、家族に伝える術さえも与えなかった側に、言葉は悪いんですけど、悪いことした人にお金を渡すのかみたいな意見は絶対あると思うんですよ。で、拉致が金になるみたいにならないのか、テロに屈したみたいにならないのかっていう意見もあると思うんですが、そこはどういうふうに思われますか？そうですね、そういう意見もいろいろあると思いますけど、でもそんなことを言ってたら多分永遠に帰ってこないと思いますよ。そうですね。私は大いに条件闘争してもいいと思ってます。はい。で、私がこだわるのは、その条件を、示す、はい、その場にはもう拉致被害者の問題は終わってなきゃいけないと思ってるんですね。なるほど。しっかり全員ね。まず拉致被害者と特定失踪者の方々を全員返した上で、なるほど。正常化交渉をすると。だから私、出口論って言ってるんですね。なるほど。だけど、正常化交渉が始まったら、はい、北朝鮮はお金の話ばっかりになってしまうので、そしたら拉致被害者一番最後になっちゃいますよ。下手したら、返さない可能性もありますよね。あります、ね。はい、はい。だからまず人道上の問題を一番最初に片付けて、なるほど。そして、核とミサイルは、アメリカとも絡んできますから、はい。はい。アメリカを交えて交渉すればいいと思いますね。はい。よくわかりました。ありがとうございます。はい、私も井上先生のおっしゃってるた、おっしゃってる、なんていうんですかね、お話しされてない部分のところがよくわかりました。なるほど。でも井上先生、本当それが今からもう20年ぐらい前に、約ね20年前にできてたら、被害者の方々たちも20年あったんですよね。まだ日本にね、担当の時は基本方針っていうのをよく決めていたんですね。北朝鮮と交渉する場合には、例えば私の時には生存を前提に北朝鮮と交渉するってことだ。で、いつの間にか、私がいなくなって民主党政権の時にこの生存を前提にっていう言葉がなくなっちゃったんですよね。これいつのタイミングでなくなっちゃったのかっていうのはわからないんですけど、少なくとも私が官邸を去ってから、生存前提にっていう言葉がなくなっちゃったんですよね。そうですか。だから私はそれにすごくこだわるんですよ。はい、はい。私、前回、井上先生に出ていただいたときに、上田晋也さんの番組に、井上先生が出られてたと、この動画って今でも YouTube で見れるんですけど、はい。この動画を、見つけられてなかったんですね。で、ご出演していただいてから見せていただいたんですけど、すごく際どい、お話しされていらっしゃいましたね。北朝鮮側は、5名の、帰国の前からですね、残りの方は北朝鮮に入ってないか、死亡したっていうふうに、言ってたわけですが、当時交渉してた井上先生には、死亡してたことは確定してないみたいなニュアンスと言いますか、何人返したら日本は納得するんだという感じでお話をしてたっていう番組で、そういうふうな上田さんとのやりとりがあったと思うんですけど、結局は、出したものも、向こうはもっと大きな得るものがあったら、引っ込めてくれることもあるってことですか？当時は、はい、やっぱり大きな方向性を持ってね、動いていたというふうに思います。少なくとも、私の電話交渉の中身は言えないんですけれども、はいはい、かなり、私が報道すれば、大きい動きが出たんじゃないかなっていうふうに私は思ってますね。だから本当にね、あの時に第一次安倍政権が参議院選、頑張ったのもっと違ってるかなっていう、本当に悔しいですね。本当に悔しい。でも井上先生、まだこれはやっぱり諦めちゃいけないですし、絶対に。そうだよ。ね、やっぱり我々がね、はい、やっぱり本当に一番最初、本当に私と安倍、総理でね、はい、この拉致問題をやっていた時には、世の中の人自体がこの拉致問題を知らなかったですからね。そうです、そうです。はい。そうですよね。拉致問題、まあ、私関わってから22年以上経ってますからね。はい。そうですよね。20年目か。そうですよね。安倍、まあ、元総理がまだ副官房長官だった時代とか、他の日本の政治家さんも、拉致問題なんてあるわけがないと。日本側でもそれを否定してましたし、疑惑っていうふうに言われてましたし、そうですよね。もう、今すぐ取り戻せるなら、私は、もう、こんなこと言ったらあれですけど、お金で済むならって、時間は買えないですから、ってやっぱり思いますね。お金で済むならっていう言葉もちょっといけないかもしれないですけど、もう一刻の猶予もないっていうふうに思うと、それも、しょうがないのかなと。だからこのお金というのは、はい、国民の税金ですから、はいはい、北朝鮮に言うんですよね。やはり北朝鮮は、トップが判断すれば簡単にお金が出るけど、はい日本の制度は、官邸にそんなお金ありませんから、そうですね、ちゃんときちっと、国民に上がった上で、お金を調達しないといけないわけですよね。だから国民が納得しなきゃいけないと。その納得をする最初のハードルは拉致問題だと。だから、拉致被害者、特定失踪者の人をまず人道上返してくれと。で、キム・ジョイル委員長が、自分が犯したことを謝罪し、そして、蓮池さん、千村さん、曽我さん家族を返したわけですから。はい。はい。次に、残されている、まだ引き続き残されている、拉致被害者と特定失踪者の人を、次に、金正恩委員長は、そのお父さんの意思を受けて、返してもらうということが、まず第一歩。その上で、この核とミサイルのこの処理については、日本の考えと、アメリカの考えを調整した上で、北朝鮮と交渉に臨むと。で、北朝鮮側が、求めているものを、日本側が、平壌宣言でいくと、経済協力、まあ、韓国方式、ということですから、その韓国方式に従って、戦後保障というよりも経済協力という形を取っていくということじゃないですかね。それが本当にもらえるってならないと、私は、やっと井上先生がおっしゃってたことが分かりました。本当にもらえるんだなって、向こうが確信持つまで粘り強く交渉しないと返さないですよね。だから、その時に、しっかりとした、その交渉者と、そして、政治決断する、政治家がセットで、ですね、北朝鮮は、いやこのセットだったらいけるだろうと、いうことを思って動かしていかなきゃいけない。そうですね。重い腰を上げさせない。私が交渉している時にはそれだと、いうふうに見えたんじゃないですか。そこを信頼させれるかどうかっていうのが腹をくくるってことね、大きいことですよね、本当に。で、今それを金正恩側は多分疑ってるでしょうし、そういうこの人っていう金正恩の側近との日本の交渉者っていうのはいないんじゃないかなって思うんですが。そうですね、だから多分ね、北朝鮮は当然拉致被害者を一番ケツに持ってこようとしてるわけですよね。それはもう正直前回で、悪いことをしましたっていうことは言って恥をかいた上に何も得られなかったわけですから。日本側の裏切りと思ってますよね。そういう考え方もあるんですが、いや私はただ、腹をくくるということを北朝鮮に理解してもらわなきゃいけないですね。なるほど。だから、さっき言ったいろんな批判が出てくると思いますよ。そうですね。それでも、やっぱり自分で覚悟を決めないと、それが政治だと思いますよ。もう取り戻す大義の前にはいろんなものを飲み込む覚悟ですね。それも飲み込む覚悟。なるほど、なるほど。でもそれが本当に、今井上先生にお話を伺ってこの1時間、私はその方法はなんか間違いだと思ってきたんですけど、それを言ってたらこうやってずっといたずらに年月が過ぎていくだけでしたね。本当になんか申し訳なかったなと思います。やっぱり日本国民も政治家さんと一緒に合わせて、いろんなことはあったけど、被害者の救出のためにという飲み込みをする覚悟を国民も持たなきゃいけないんだなと、じゃないと進まないんだなと、で、国民が覚悟しないと政治家さんもやってくれないんだなっていうことも、ずしんと今日よくわかりました。経済協力金と、やっぱり我々がこの経済制裁とか、あるいは、北朝鮮側に対して強く言うのは、これ覚悟の意味なんですね。なるほど。だから我々は拉致被害者を取り戻すためには何でもするぞという覚悟なんですよ。そうですね。だから押しもするし、引くもすることもできるということなんですよね。だからやっぱり本気度が、北朝鮮側にどうたまるかっていうことだと思いますよ。もうぜひなんとかしたいと思ってます本当に。そうですね。皆さんがいろんなこと書かれてますね。そのお金でまたミサイル作って日本に発射しそうだしと。それもわかります。だから、私の時には圧力と対話だったんですよね。だから、圧力も必要だし、で対話も必要だし、だから私はあえて圧力と交渉という言い方は一回見たことないんですよ。圧力と対話なんですよね。なるほど。それ不思議。対話があった上で、テーブルに乗せて交渉ってことなんですね。よく間違うのは対話を交渉だと思ってしまう。あくまでも対話は条件闘争の中でいくつか絞れてきますから、絞れてきたら初めて交渉という。アメリカは対話と交渉はっきり分けてるんですよ。あ、そうですか。なるほど。日本は時々、対話と交渉を一緒にしちゃうんですね。そうですね。北朝鮮もそうですよ。だから今は交渉の段階ではない、対話のみだっていう、それを見極めないといけない。それを北朝鮮側が対話をしてきたら、それは、交渉に入ったというふうに勘違いをするから、いつも間違うんだと。なるほど、なるほど。はい。はい。まあ、そんな偉そうなこと言えないけどね。いやいや、いやいや、本当に勉強になりました。ありがとうございます。はい、うん、なんか、やっぱりもっと、やっぱり結果をつかむために、いろんなものをダメだなと今まで思ってこう排除してきたものも飲み込むっていう覚悟を国民も持たなきゃいけないということがよく今日分かりました。うん、はい。ありがとうございます。はい、本当に勉強になりました。あ、はい、すいません。ちょっと待ってくださいね。質問したい方いらっしゃいますか？井上先生にこれが聞きたいなって思っていらっしゃる方いらっしゃいましたら質問と書いてください。最初にありましたね。月さんが質問書いてたな。質問させていただいてもいいですか？井上先生、すいません。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。どこかな？月さんの質問。敵対勢力の策動と世界的な伝染病の大流行で、大会に参加できなくなったという北朝鮮の北京オリンピック不参加は、井上先生はいかがお考えですか？という。北京オリンピック不参加ですね。北朝鮮側が出してきた。このことは井上先生、どのように捉えられましたかという質問です。多分北朝鮮は、はい、医療がすごく遅れてるんですね。うん、うん、そうですね。例えば、金正恩委員長も、海外で、はい、まあ、手術をしていたと。そうですね。まあ、いうことがあるので、はい、まあ、ひとたび、コロナがね、はい、北朝鮮の、幹部に伝わり、トップに伝わったら大変な、医療不足で大変な事態が起きるということから、参加を見合わせたと。なるほど。だから、北朝鮮がそういう判断をしたということは、逆に言うと、中国の、オリンピックの開催にあたって、はい、非常に危険な状態になってるっていう見方もできますね。そうですね。はい、なるほど。はい、はい。ある程度も自国の医療体制の脆弱さも認めてる部分と、あと、それほど北京に、なんて言うんですかね、参加しますよっていう、期限取りも必要ないってことなんでしょうか。あんまり。普通だったらね、はい、北朝鮮側は支援を欲しいので、はい、ですよね。オリンピック見合わせるってことは、まず、普通はしないと思うんですけど、まあ、それだけ北京の状況が悪いのかな。信用してないってことでしょうね。なるほど、なるほど。はい、ありがとうございました。すいません。はい、次の質問、聞かせてください。はい、北が嫌がる制裁として、日本国内の北の組織に圧力をかけ、をやってから対話、その次に圧力を緩めることも、カードにしつつ交渉で良いのでは。つまり、朝鮮総連に対する圧力をかけるのはどうでしょうかっていう質問だと思います。これはもう、当然さっきも言ったように、はい、圧力と対話。この日本だと思いますよ。両輪だと思います。はい。なるほど。はい、はい。ごっちゃにしたらダメなんですね。対話と交渉はね。はい。わかりました。山猫さんの質問です。今、北朝鮮は日本と対話や交渉をしたいと思っているように思いますかという。はい。今は、はい。日本に、金正恩委員長が興味がないんじゃないかな。アメリカしか見てないような気がします。ただこれは、私は、情報を得てませんので、はい。水面下でやってるかもしれませんし、わかりませんが、今の、状況、はい。まあ、非常に、日本に後回しをしているような気がしますね。まずアメリカの話をつけば、あとは、日本と話をすればいいと。なるほどね。逆にしなきゃいけないんですよ。日本と交渉すればアメリカがついてくるっていうふうに、金正恩委員長がそういうふうに思ってくれないといけないと、私は思いますね。はい。北朝鮮がこの間ミサイル撃った時とかでも、残念ながら日本の政治家さん、すごくこう、遺憾に思うっていうぐらいの言葉しか発しないと思うんですが、もっと強気の、発言って私はあってもいいと思うんですけれども、そういうところも弱腰だなと、結局アメリカが動いたら日本はそっちに追従するだろうっていうふうに見られてるんじゃないかなと思うんですけど。そうね。まあ一番怖いのは、ちょっと麻痺し、しつあるような、ね。そうですね。それもありますね。麻痺にも、短期的な、その、短距離ミサイルが、非常にまあ、やってきてるのでね。やっぱり日本が一番怖いのは、中距離弾道ミサイル。はい。これが一番日本には、脅威なので、多分短距離的なそのミサイルはあんまり日本は多分重視しないんだというふうに思いますね。むしろ韓国の方が、そのミサイルは効果的になってきますので、韓国の方が重視しているような気がします。井上先生、話せないこともあると思うんですけど、私の質問なんですが、拉致問題の交渉にあたって、間に朝鮮総連が紹介役に入ったりとかっていうことっていうのは当時はあったりしたんですか？どうだろう、僕のルートではないです。ないんですね。はい。なるほど。そういうことですか。ありがとうございます。はい。ミサイル1発につき、総連に罰金1億円でいいのではというコメントもありますね。なるほど。朝鮮総連に対しては、ホジョンマン議長も北朝鮮の国会議員ですし、日本に北朝鮮の国会議員が5人住んでるんですが、そういう人と日本の国会議員との話し合いっていうのは、難しいんでしょうか？どうなんですかね。私は多分中には朝鮮総連のパイプを使っていろいろ交渉した人もいると思いますけど、今まで朝鮮総連の人を介して交渉して成功した例はないでしょう。そうですか。はい。ってことは、例えば、田中金さん、あるいは私もそうですけど、その人とは交渉しないですよね。直接政府の人と、交渉するので。そういうもんなんですね。間に入っちゃうと、本当のその交渉はできないじゃないですか。絶対入れませんから、政府の人は。なるほど、なるほど、そうですか。北朝鮮にとって、朝鮮総連は、日本の公益法人みたいなもんですから、お金はもらうけど、権力までは上げないっていう。そういうことですね。なるほど。朝鮮総連はもう、集金として、使われてるということで、政治的なね、そういう、力は持ってないってことですね。なるほど。だからお金をもらうから、誰々の本物と合わすけど、交渉まではいかないですよね。なるほど、なるほど。合わせるとこまでは生きても。なるほど、そういうことですね。とにかく北朝鮮のと交渉するには、向こうのトップが用意するっていうか、もう近いし、人間じゃないと、結局は、当時だったら金正日さんの耳に入らないということですね。この間も言ったんですけど、私は YouTube でも言ってますけどね。北朝鮮って財務省みたいなもんですから、国のトップにいるようなもんですからね。おっしゃられてましたね。すごい頭がいいので、その調子のいい、例えば、どこどこでお金ポンってあげるよなんて、そんなのは嘘だと思ってますから。なるほど。いや、もう。よっぽど北朝鮮の方が、日本国内詳しいですよ。そうですね。しっかり情報も取ってますよね。なるほど。宮さんの質問で、ごめんなさい。セイラさんも質問来てましたね。あ、もっとありました。すいません。あと3人ぐらい。今でちょっと質問締め切りますね。はい。宮さんの質問です。松原仁先生が言う、一度死亡と発表してしまった手前、それをひっくり返すのは相手にとって困難。だから今と違う交渉相手を、ストックホルム合意破棄をというのは、井上先生どのように思われますかという質問です。はい。ストックホルムは、外務省が作った文書だと思うんですね。はい。はい。だから、それは、棚上げしてもいいと思うんですよね。要は、日本と、北朝鮮で生きているのは、平壌宣言だけなんですよ。そうですね。でも、ただ、平壌宣言は、その入り口論、出口論という形があって、戦後保障の形がすごく、強かったので、確かに私の交渉で、平壌宣言の意味をお互いに確認をして、北朝鮮の拉致被害者は入り口にしなきゃダメだっていう交渉をしましたけどね。そうですか。平壌宣言に日本人拉致について一切触れられてないのは、ちょっと違和感があるんですけれども、なぜなんでしょうか。だから、そこを、金正恩委員長が、拉致を認めたので、これは、首脳会談での発言ですから、相手側も、それは記録として残ってますから。そうですね、もう覆せないですよね。文書以上に、発言は重いですからね。なるほど、なるほど。じゃあ、そこに、拉致についての記述はなくても、もう、拉致については、しっかりもう、なんていうのかな、もう事実として、向こうももう、覆せないことだから、あえて書かなかったということですか。そうです。だから、北朝鮮側が、確かに松原仁さんが言っているように、覆すとかいう考え方、これも私はトップだからこそ覆すことができると思ってるんですよ。だから例えば茶番的な、調査で実は出てきましたと言うんだったらそれはいいんですよ。茶番で調査をするのは。先ほど私が言ったのは、本気で調査をするっていうのは間違いだ。なるほど、なるほど。ただ、いわゆる国際的に、出すときに、生きた人がいきなり、死んでた人がいきなり生きるっていうのは、北朝鮮が、プライドがあるっていうんだったら、調査をして出しゃいいので。なるほど。本音と建前も相手側の本音を、読み取りながら建前も飲み込むってことですね。それはそうですよ。横田さん、めぐみさんが、死亡したっていう1年後までまた生きてたっていう変更できたわけですから。そうですよね。もう。また10年後生きてました。よりは20年後生きてましたっていうふうにすればいいわけですからね。そうです、そうです。結果が大事ですから。ありがとうございます。救会埼玉の代表の竹本さんからの質問です。質問です。交渉の過程で北朝鮮が望む経済支援を日本がすれば、国連がかけている経済制裁を破ることになりませんか？またその資金がミサイル開発に使われては国民が危険になるリスクがあると思いますがという質問です。だから、皆さんすぐ勘違いするんですけど、交渉の間は現金は動きませんから。そうですね。被害者が。先ほど言ったように、入り口で拉致被害者を返してくれれば、今度は正常化交渉でメニューの議論になるわけですよ。そのメニューには核とミサイルもあるわけで、その核とミサイルが解決して初めて、正常化イコール、お金ってことになるんで、なるほど、それまではお金を出すことはないですから。だからそこを、皆さん結構勘違いしてる人がいて、交渉してる間はお金出しませんから。さすがに私もそれは無理ですよ。はい、はい。はい。ただ、どのぐらいとか、今、交渉の中で入っていくわけですから。だけど、その交渉のメニューをするには、拉致被害者、特定失踪者の方々を介さないと、国民感情が許しませんよ、という話を、正直に北朝鮮側に私は言うんですね。はい。よくわかりました。ありがとうございます。安心してください。はい、ありがとうございます。いえいえ、安心してます。井ノ黒聖也さんの質問です。はい、天に召された人がいるなら、ってことは、まあ、拉致された被害者でも、北朝鮮で亡くなった方もいらっしゃるんじゃないかってことですね。はい。一人当たり、まあ、賠償金というものをもらってはいけないんですかと。北朝鮮側からその亡くなった人がいる場合は、まあ、被害者を返せないわけで、そういう人に対しては、賠償金、損害賠償みたいなのを、日本側が求めるのはどうでしょうかということですね。これはだから、交渉の中で、出てくる話だと思いますよね。だけど、まあ、私はその時は、官僚だったのでね。はい。官僚は、0.0001% でも生存が可能であれば、それを追求するべきだと思ったんですよ。そうですね。はい。だから、その交渉に入ってしまうと、北朝鮮側の思うツボになっちゃう。なるほど。本当に死亡したっていう、まあ、確たる証拠がない限りは生存していると。はい。はい。まあ、生存してる方の可能性の方でずっと交渉を続けるってことですね。そうですね。はい、むしろ、生存してる方が北朝鮮にとっては得ですよっていうふうに思わせなきゃいけないですよね。そうですね。もう井上先生のおっしゃった通りです。はい、向こうもやっぱり得るものと失うものがある。それはこちら側もある程度失うものもあることも飲み込んで、被害者奪還というものを得るために、いかに交渉するかっていうことですよね。そうですね。まあ、そのためには本気度、向こうが、本当に、これはもう、いろんな意味で嫌だけど、出したら、それだけの見返りがあるっていうことを信じてもらわなければならないですから、交渉するのは本当に大変だと思うんですけど。本当ね。だけど、もうね、本当、拉致被害者の家族の、本当に親御さんも、本当に高齢ですしね。そうなんですね。はい、生きてる間に、やっぱり、再会できなければ、意味がないですから、やっぱり本当に急がなきゃダメですね。そうですね。はい。はい、これは、井上先生が井上先生の YouTube チャンネルでお話しされてたんですが、はい。いろいろやり方をもう一遍変えると、長く関わっていらっしゃる方はちょっと一旦もう入れ替わった方がいいんじゃないかというふうにお話しされてましたが、はい、日本のやり方っていうのはずっと変わってない状態だからこんなに膠着してるんでしょうか。現場の人はね、はい、それに変わる必要はないと思うんですけど、はい、やっぱり幹部とかは、少なくともこの何十年進展してなかったとすればね、はい、交渉する気がないんだからさ、幹部とは。そういうことですよね。だから、一回、なんて言うんだろう、情報のその会話はいいんだけど、もし、その幹部が、北朝鮮と、交渉してるんであれば、勇気を持ってそのチャンネルを一回切った方がいいですよね。あ、もう進展がないチャンネルを切ると。そうです。そしたら新たなチャンネルが出てきますから。向こう。つまり、北朝鮮のその交渉者は、今は進展させないように指示を受けてるわけですから。なるほど、なるほど。だから一旦切る勇気が必要ですよ。なるほど。私もやりましたから。あ、そうですか。もう、本当にあれやこれやいろいろやったわけですね。そうですか。もう井上先生もいろいろ話せないこと、未だに守秘義務でいっぱいあると思うんですけど。だから例えば、その切ることによってね、要は、いろんな評価がされるかもしれませんけど、日本のためなんですよ。そうですね。相手側はそのチャンネルをやらないって言ってるわけですから。なるほど。そのチャンネルに頼る必要はないんですよ。なるほど、なるほど。勇気を持って切るべきですね。そう、その勇気とか覚悟とかもうなんか何を言われようとっていう、その気概と言いますか、心づもりと言いますか、そういうのをなんとかこう持って頑張っていただきたいなというふうに願ってて、まあその民間としてはなんとか拉致問題をいろんな人に広げよう、知ってもらおうっていう啓蒙啓発だったり、そういうことは頑張れるんですが、最後の対話だったり交渉はもうどうしても政治力、またその井上先生がおっしゃってらっしゃったように権力を持っている方じゃないとやっぱり進まないっていうところなんですかね。そうですね。権力を持ってないと、ダメですか。予算も作成できませんしね。なるほど、なるほど。約束事はできませんからね。今でも権力を、持ってないで交渉しているのは交渉じゃないんですよ。会話ですね。そうですね。そうですね。挨拶してるだけと同じですもんね。それと同じです。なるほど、なるほど。井上先生、ぜひ、みんなで頑張って、国会の方に戻っていただけるように送りたいと思いますので、ぜひ、頑張ってください。よろしくお願いします。応援させていただきます。いやいや、こちらこそ、本当にありがとうございました。長い間、お疲れ様でした。どうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。ぜひ今年は頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございました。どうも。失礼します。ありがとうございました。お疲れ様でした。井上先生、ありがとうございました。上野先生、ありがとうございます。すごく勉強になりました。そういうチャンネルを切って、ね、まるで導火線みたいですね。赤と青でどっちか切ったら爆発って。それでも、切る勇気っていうのがあって、切り開いてきて、取り戻せるものが、光がうっすら見えかけてきたものが、ちょっとずつこう、大きくなり出した時に、朝日新聞が潰したんですよ。もう、たらればの話するわけじゃないけど、こういうことも、今も交渉があったり、次回交渉があった時も、そのメディアが潰さないように、その目をね、潰さないようにとかっていうのも大事なことですよね。で、今日井上先生の話聞いてて思ったけど、騙し討ちする気かなって思ってる間は結局北朝鮮側と交渉できないんだというのもよく、なんかこう、身に染みてというか分かりました。相手がいくらいっぱい嘘つこうが、何回も騙されてきてても、結局、これ、日本側もまた、信じられんな、裏切るなって思ったら、自分の失策になって、金正恩からね、自分がこう、下手したら収容所送りみたいなことにもなりかねないから、交渉役の人はそれはね、交渉に入らないですよね。対話で終わりますよね。もうね、もう時間ないから、本当に時間ないから、その綺麗事じゃないことも飲み込む、なんていうのかな、すべての批判を受け入れるぐらいで、家族の元に帰ってこれないかもしれなくても、被害者を日本の、安全なところに、日本の、飛行機で迎えに行って、タラップを降りて、日本の土を踏ますまではっていうふうに、ものすごい覚悟で、命に関わるかもしれない危険な思いもしながら、交渉されてた井上先生だからこそ、その重みが伝わってきましたね。ね、時間ないから、でも、それは日本側が、そう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 、時間がないからって焦ってたらつけ込まれるし、でも、やっぱりこれ、命に変えられないしっていうところで、うん。だから井上先生もおっしゃってたみたいに、経済協力金にしたって出すのは国民の人たちが働いた血税は、ね、税金からだから国民が納得しないと出せない。だから被害者は調査しなくても、北朝鮮側が分かったと。もう分かったと。それだけの経済協力金が得られるならもう出す。もう、まあ、前政権の時のものということで自分には、それを支持してないんだっていうことも飲み込んで出すと、もし一斉に全被害者を出してくれたら、で、その人たちが帰ってきて、それから、日本の側とアメリカと北朝鮮でミサイルの話も終わって、北朝鮮がやっと得られるものが得られるっていう時には、まあ、お金に名前はついてないけど、経済協力金を、ね、それも多分また交渉の中で、これだけの額が欲しいっていう北朝鮮と、それ以上の額を出すと国民が納得しないっていう日本側とのまたすり合わせになるんだろうけど、まあ、とにかくね、圧も必要だし、被害者の奪還を、早くしないとね、早くしないともう、時間も命もお金で買えないからというふうに今日私も思いました。難しいですね、本当に。なんかね、正義の話で言うと悪い人にお金を払うのは嫌だなっていう気持ちもありますけどね。そうそう、技術協力とかね。そうそうそう、竹本さん、そうだと思います。吉行先生みたいに、実際のこの交渉経験がある方を、ぜひ正解に戻っていただいて、実際にその酸いも甘いも、ね、嘘も、見えも何もこう、いろんなものを、言葉の端々からとか、相手の目線からとか、何かニュアンスから感じ取って交渉をつなげてこられた方が、政治家で国会に戻っていただいて、指揮していただいたら、なんかぐーんと、膠着状態が、一気になんか歯車がね、音を立てて動き出すような気がしますね。本当に、井上先生に戻っていただきたいと思います。井上義行さんの、事務所の方ですね。公式、井上義行さん、公式ホームページから、一口1000円で、支援の方も、受けたまっております。はい。一口1000円からなので、ぜひ、ちょっとずつでも、こういう方に、ね、実際にもその交渉経験のある方に、引き続き、まあ、一回途絶えたとはいえね、やっぱり経験値がゼロと、ある人はもう全然違いますから、また、何としてでもという思いで、拉致された被害者のことを思ってくださっている方を、政治家さんとして国会に戻っていただいて、というふうに思います。ぜひ、ご支援よろしくお願いします。で、また途中で私、一回、YouTube チャンネル、井上先生のね、YouTube チャンネルの、URL ですか、貼りましたけど、ぜひチャンネル登録もしていただきまして、で、Twitter とか Facebook でも広げていただけますように、よろしくお願いします。難しい話ですね。はい。そう、テンポイントさんがおっしゃるように、当時ね、アメリカがもう、軍事力、もういとわないっていう、そういう姿勢を示したから、当時のキム・ジョンイルも、日本と、いい関係になって、ね、国家の恥になろうと、ちょっとでも日本から、当時、日韓基本条約を結んだ時みたいに、名前は経済協力金っていうものだとしても日本からちょっとでも戦後賠償金をもらえて、軍事力の脅威だったのか、ね、国のインフラ整備の整えをやりたかったのかわからないですけど、とにかく国力を強めたかったんでしょうね。で、今もかつてないっていう状況下にはあると思うんですね。コロナ禍という。もう全世界、右往左往して巻き込まれてますから、この、流行り病が、あと、2年ぐらいで収束するんじゃないかって言ってた人もいましたけど、残念ながら、2年経過してもまだ収束の見込みはないですし、これも利用できないのかな。このコロナ禍っていうことも、例えば、北朝鮮との交渉材料に使えないのかなと思ったりもするんですが、あと井上先生結構ね、言いにくい部分の中でもちょっといろいろ、教えていただけたこと、朝鮮総連が政治的なパイプ作りには、役立たないっていうことも、ね、教えていただきましたね。ワクチンとかね、医療技術の提供だったりとか、朝鮮労働党の例えば幹部だったり、金正恩も、自分の家族とか、そういう人間で、治療薬が欲しいだったり、ワクチンが欲しいだったりっていう、そういうものあるかもしれないし、日本の医療技術もね、北朝鮮よりは随分あると思うので、来週の、ゲストの方の、ご紹介をして、ツイキャス終わります。今日井上先生に結構ね、ぶっちゃけでいろいろお話ししていただけてよかったなと思います。やっぱりもう、支援者側も救出、なんとかしたいと思う私たちも、自分たちももしかしたら何かに巻き込まれるだったり、どうしてもそれは嫌だなっていうことを飲み込まなきゃいけないことも多々あるなという、そういう覚悟を私たちも持ってるようで持ってなかったのかな。もっとその覚悟を持つようにしなきゃいけないなと思いました。はい。ですね。あ、送ってなかった。ちょっと待ってくださいね。あるかな？あ、これだ。あ、ちょっと待ってくださいね。来週のゲストは、ですね、統一日報っていう、新聞があるんですけど、統一日報って、統一っていう名前から、統一教会と関係あるのかみたいに言われる時あるらしいんですけど、そういう宗教団体とは一切関係がないそうです。日本の在日の方ですね、在日の朝鮮半島出身の方々が、発行されている新聞でして、基本的に韓国の保守派に近い立場をとっている新聞です。朝鮮労働党とかですね、北朝鮮に融和的な団体を強く批判していることが多いです。統一日報では、例えば日本人拉致問題のことも、はっきりテロと表現していますね。だから、北朝鮮寄りの発言というよりは、韓国保守派の、日本の、保守とも近い考え方の発信をしてます。統一日報のですね、方に連載を持っていらっしゃる脱北者の女性にご出演していただきます。今ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ノースコリアンナイト、ある脱北者の話、北総事業で北に渡った人の生活を伝えると。はい。この方、タンポポ、ちょっと右上の方に見切れてるんですけど、タンポポっていうひらがなの名前、タンポポさんで、お名前を伏せられて、ノースコリアンナイトという、連載をドイツ日報に寄稿されてます。もう60回ぐらいになってると思います。はい。で、もちろん脱北者の方ということで、個人名も伏せますし、ペンネーム、タンポポさんということで、お写真も出せませんが、北朝鮮の帰国事業で、親御さんがね、北朝鮮に渡られたわけです。で、ご本人は北朝鮮で1970年に誕生されています。で、75年幼稚園、77年小学校、81年中学高校、で、87年大学4年半と三大革命。はい。あとですね、94年、電気機器工場で設計士としてお仕事されていらっしゃいました。95年、95年ってあれですね、阪神大震災の年ですね。平成7年ですね。児童学生図書館で、司書さんをね、されていました。で、96年結婚されて、で、それから約10年ほど、結婚生活を送られた時に、北朝鮮を、脱北されました。で、今でも、北朝鮮に、ご自身のご主人ですね、旦那様も、いらっしゃいますし、ご兄弟も北朝鮮にいらっしゃいます。で、その人たちとなんとか手紙だけでもやり取りしたいっていうような、そういう思いなんかも、このノースコリアンナイトで寄稿されて書かれてます。すごくなんて言うんですかね、勉強熱心な女性で、日本に来られてから、大学を受けられて、ね、日本語の読み書き勉強されてですよ。日本の読み書き勉強されて、で、大学受験までされて、で、入学されて、しっかり大学卒業されてます。なので、日本語もね、こうして漢字も、書かれますし、はい。で、お話もね、日本語上手にお話しされます。北朝鮮でどのように暮らされてたかとかですね、北朝鮮のお正月ってどんなんですかとか、北朝鮮で、これは私は、タンポポさんとお電話して聞いたんですけど、井上先生や安倍元首相が交渉に当たってた、小泉訪朝で5名の帰国の時には北朝鮮ではどのような報道があったんですかとか、いろんな質問、生放送で直接答えていただける、脱北者の方にね、答えていただける貴重な機会だと思います。この方、70年生まれだから、37歳まで、ね、37年間、北朝鮮で生まれて過ごされて、はい。という方なので、こういうことを聞きたいなっていうことを、質問考えてください。考えててください。はい。そうですね、今、51歳ぐらいの方かな、70年だから。はい。こんなお正月に申し訳ないですっていうふうに、お電話でお話したら、やっぱりこういう親族が集まる時っていうのが、ややっぱり過去にね、お正月っていうのはやっぱり北朝鮮なんかでも家族でこう集まったり、親戚の人が訪ねてきたりとか、お友達とかこう村の中とかだったらね、村長さんの家に挨拶に行ったりとか、先生の家に挨拶に行ったりとかっていうふうに、こう人と触れ合いが多かったお正月の時なんかには思い出もたくさんあって、よりその家族と会えない辛さが身に染みて辛いので、まあこういう時だからこそお話、そのツイキャスでね、お話しさせてもらえるいい機会だと思いますというふうに言ってくださっています。で、普段ちょっとお仕事の関係で、本当だったら、飲食業をされてる方なので、お仕事中ということでツイキャス、多分今もね、ちょっと聞くの生放送では難しいと思うんですけど、来週はちょっと早めにお仕事を切り上げて、わざわざね、切り上げてくださって、ツイキャスで生放送でお話ししてくださるんです。で、ものすごい貴重な機会で、次の再登板もしお願いできるとしても、やっぱそうやってお仕事の支障になるので、なかなかちょっとお願いもね、しにくいということで、このツイキャスも初めて、6年目に入ったんですが、初めて脱北者の女性に生放送でお話をゲストとして出ていただいて聞けるという貴重な機会をいただきました。はい。今日の井上志紀先生のお話もそうでしたけど、来週のね、統一日報で連載持っていらっしゃるたんぽぽさんも、ボランティアで無償で、このツイキャスのゲストの先生は皆さん無償で、なんとか拉致被害者の救出につながるためにという、その温かい思いで、無償でご協力を、お受けしていただいています。ありがたいです。はい。本当にありがたいです。なので、ぜひ聞きに来てください。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日の配信終わります。皆さんお疲れ様でした。井上先生のお写真に戻して終わりますね。ありがとうございました。貴重な話たくさん聞けました。井上先生もっとたくさん、例えば北朝鮮の、工作船資料館にね、飾られている工作船の時、当時どうだったかとかですね。はい。あと中国に対しても日本はこうするべきだった、こうするべきだとかいう、いろんな、お考えを、ご自身の YouTube で発信されていらっしゃいますので、ぜひ皆さん、登録していただいた後、ベルマークもね、通知登録もしていただきまして、はい、井上義行先生の YouTube 上がったら見てください。そうですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。配信終わります。おやすみなさい。響き